チーズ。クリスマスがね、差し迫った12月半ば。皆さんいかがお過ごしでしょうか。楽しみですね、クリスマス。皆さん楽しいよな。いきなり煽って言ったけど、さあ続きからやっていこう。前回光浦さんの話でしたね。ちょっと仕事がちょっと変わりまして、ちょっとね、忙しくて撮れてないってとこあったんですけど、次は、風間ですね。風間の話をやっていきたいと思います。僕は風間を望む3年だ。君たちはコックリさんを知ってるかな。あれ、これイボガイルじゃないの、もしかして。キューピッドさんとかエンジェル様とかいろんな呼び方があるけれど、基本的にみんな同じだな。1枚の紙に50音と Yes, No の文字、そして1から0から9までの数字を書いて、真ん中に鳥居のマークを書く。やりましたね、昔。なんか、どこの子、なんかどこの、視聴覚室が一番コックリさんが来るみたいなのあって、結構なんかその、女の子数人と、友達の男の子集まってやったりしてましたよね。なんか、結構あれできる、人ってさ、なんか結構その、スクールカースト的には上位だと俺は思ってて、なんか、あの頃はな、あの頃はなんかそれがもうステータスに感じてたけどな、なんか、昨日やったんだよね、みたいな。ちょっと話ずれたけど。そうすれば、コックリさんが10円を通していろんなお答えをくださるとわけさ。そして尋ねたことが全て終われば、コックリさんにお戻りいただき、使った10円と紙はすぐに捨てるなり使うなりして手放さなければならない。これが簡単なコックリさんのやり方だ。ただし、高級例のコックリさんが降りてくれればいいんだが、たちの悪い低級例が降りてくることもあるんだよな。そうなると釣りつかれてしまうこともあるから気をつけなきゃいけない。もっとも僕はコックリさんのプロフェッショナルだから、心配ないけどね。西洋にも似たようなものがあってね。ウィッチボードって言うんだ。変わんないでしょ、絶対。同じだろ、そんな西洋の道具とか言ってるけどよ。全く同じだな。バカですね。あれでも実際さ、こう、力入れてるやつに指白くなってるから、そいつなんだよな、大体動かしてるやつって、こう、ピシって。ピシってさ、あれ、明らかに指がちょっと白くなってんだよ、あれ。子供ながらにあれは気づいてた。こいつが動かしてる。こいつがコックリさんだってね。3話目はコックリさんの話なんだ。正確に言うと話なんや。まあまあ、下手な話よりもずっと面白いはずだぜ。聞いて損はさせない。これも絶対損するパターンな。ああ。僕はコックリさん本物だよ。本物のコックリさんを呼ぶのさ。君たち見たことないだろ。ふふふ。見ることだってできるのさ。疑ってるな。まあ、それは見てのお楽しみってとこだ。ああ、なるほどな。そういう話か。まあ、指が白くなってたんでね。信じないですよ、そりゃ。指白くなってたもん、絶対。タイガくんでやってたの、タイガくん。タイガくん見てる？君でしょ？コックリさんの正体。タイガくんがいるときによくな、動いてたから、タイガくん間違いないよ。まあ、そういうこともあるでしょうね。実際体感したことないから疑ってるってことも、まあ、もちろんある。うん。なるほどな。本物のコックリさんを呼び出すと。まあ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 、やってみますか。つまんないから。まあ、そうだろうけど。まあ、当たる場合と当たんない場合って、まあ、たまたまでしょ、絶対。当たった時なんて。できるようにしまうことが多いからね。しかしだね。僕ほどのコックリさん研究家になると、研究家とかあるんだ、そういうの。いろいろと調べているからね。間違いなく、高級霊のコックリさんを呼び出す方法を発見してしまったんだよ。まあ、いいからさ。なんかちょっとそれっぽいな。500円も使った方がいいやつが来ると。そしたらもう、諭吉でやった方がいいんじゃないですか？うん。あ、これ、500円取られるわ、多分。これ絶対取られる、絶対取られる、これ。君は本当に人間ができてるよね。僕たちは気が合いそうだ。これからも君のことは覚えておくからね。それじゃあ、この500円を使ってコックリさんを呼ぶからね。さあ、君の人差し指にこの上に置いて。よし、準備はいいかな。コックリさん、コックリさん、いらしてください。
いらしてください。これ後ろの文字と重なって読みづれえな。ミスだろこれ。ほんにゃらまか、ほんにゃらまか、しかも読みづらい文字。文章きたきたきたぞか。こいつなんかさ、イボガエルの話もこれじゃなかった。こいつあれだな、完全に使い回したな、これ。ハイブリッドやな、これ。あー、何聞きたい？お前ら何聞きたい？お前らどうされだろう？金とか女とかだろう？僕は仕事や勉強です。はい。どういうことが占いたいのか。ふむふむ、君は将来つきたい仕事があるのかい？もうついてるけどな。まあ、ありますよ、はい。そうか、もう将来のことをいろいろ考えているんだね。じゃあそのために何か勉強しているか。まあ、している。今もあの土日も勉強してるんで。そうか、勉強、努力しているんだね。じゃあ、その勉強の甲斐あって、望み通りの仕事ができるようになるかどうかを見てあげよう。こっくりさん、こっくりさん、お答えください。ぬっきくんはやりたい仕事があるそうです。彼の努力が花を開くでしょうか。おー、気努力は報われるって。うんうん。頑張りたまえ。それじゃあその仕事が成功するかどうかを占って信ぜよ。こっくりさん、こっくりさん、お答えください。ぬっきくんがその仕事に就いたら成功するでしょうか。どうなるのか お教えください。せいこう。本当かよ。さすがだね君。僕は初めから君が見どころのある男だと思っていたよ。じゃあ次は何を占おうか。え、全部じゃあ、これ。全部見てみるか、じゃあ。お前らが大好きな女。そうか。女性問題に関してだな。君は結構スケベだな。ふふふ。いや、スケベとは限んないでしょ、別に。それで今、君は好きな人がいるのかな。それはいますよ。付き合ってますからね。うん。付き合ってる。顔似合わない。まあまあ、まあ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 、顔はね、もこみち足す岩尾から、もこみち引いた顔なんで、まあ、しょうがない。顔に似合わずって言われても。それでは彼女とうまくいくかどうかを占って信じよう。それはもう別に自分次第じゃないか。自分とその相手次第じゃないか。はい。お、これはグッドじゃないのか。それじゃあ、試しに彼女が君のことどう思ってるか聞いてやろう。こっくりさん、こっくりさん、彼女の心を教えてください。好き。すごいな。君ルンルンだね。それじゃあ次は何を占うか。これ全部さ、気持ちよくさしてな。気持ちよくさして、じゃあこの500円はもらっとくよみたいな。そんな落ちたらこれ絶対。ああ。君は浪費家なのかい。いや、違うね。もう浪費家ではない。別に欲しいもんないですからね。欲しいものリスト作れ。じゃあ俺が買ってるから欲しいものなんだよってはリスナーに言われて、特にないなって答えて終わりだったから。強いて言えばお茶。お茶かお酒、それぐらいかな。特にないな。いや、貧乏なだから別になんかお金貯めたいとも思わないな。単に貧乏だね。うん。貧乏か、嫌だね。まあ今は貧乏でもそのうち成功することがあるかもしれないからさ、占ってみようか。こっくりさん、こっくりさん、お答えください。ぬっきくんに今後お金持ちにチャンスはあるでしょうか。はい。はいしか行かねえじゃねえかよ。チャンスあるってよ。いやー、めでたいめでたい。次は何を占うか。雑、最後。最後どっち。じゃあもう全部聞こう。最初に注意しておこう。ここでの質問は他の質問より未来の結果だと思ってくれていい。人生はいろいろある。付き合っている人と別れたり、お金を得たり失ったり。日常は常に変わっていくんだ。他の質問の結果は悪くても、ここでの結果が良ければ終わりよしだ。逆に言えば他の質問の結果が良くても、ここで悪ければ、君の未来は多難だということだね。まあ確かにな。でもさ、そのお金問題とかの話でさ、ゲットできるよって言ったらさ、将来的にゲットできるって話じゃねえのか、それ。それを覆す話なのか、これは。もう占っても、死ぬとかじゃないのかな。ならば占ってやろう。君将来の夢はあるのか。まあありますよ。まあ、将来っていうかもう叶えてないとおかしい年ではありますけど。もう18歳なんで。今ちょっと噛んじゃいましたけど。その夢は一人で叶えるものなのか。いや、まあリスナーと一緒に叶えていく夢だと思いますけどね。はい。
あもうリスナーと一緒に、そう仲間と事業を起こしたいみたいな感じ、リスナーと共に、まあ、営んでいく夢ですよ。じゃあ占ってあげよう。いいか、頭の中で僕が今から言うことに念じてごらん。君の夢を思い浮かべるんだ。こっくりさん、こっくりさん、お答えください。今ぬっきくんが頭の中で思い浮かべている夢は将来叶いますか？本当かよマジでヒカキンを越すって今頭の中で思ったけどこの数十再生の男がヒカキンを越すことなんてあんのかね。君の願いが何なのか知らないけど、いつか叶うようだから頑張るといい。次はそうだな、その夢の実現に関して君を助ける人を占おうか。あーこれ絶対あれだ、風間ってきてその人に500円渡せって出るわ絶対。せけん、世間、風間じゃなかった、協力者あちこちにいるようだ。おこれ合ってんじゃないの。うん、リスナーってことでしょ。うん、なるほどこれ面白そうじゃないこれ気になるわ、風間の女性問題。え、ほっといてくれよ、僕のことはいいんだ。君もう聞きたいことがないなら、こっくりさんにお帰りいただくぞ。え、こっくりさんがまだ見てないのに帰らせないでくれって。君には見えないのか、何を言ってるんだ。あ、俺だよっていう話か、なるほどな。それは合ってると思う。こいつ本当にもう腹が立つ、もう目の前に行ってやったらぶん殴ってやりたい、そんなね回でしたね。これはひどいな、これはということでね、久しぶりでした。仕事がちょっと忙しくてね、年末になってなお、まあ、いろんなことがあって忙しいので、まぁ、ちょっと頻度は落ちますが、確実に最後の1話まで駆け抜けていこうと思いますので、ご支援いただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。